キチャンネル。ジョッ。こんにちは。さあということでね、はい、まあ、昨日か一昨日か分かりませんけどね、はい、まあ、第初回のね、うん、DeNA ロッテのキーマン発表してきましたけども、はい、今日はですね、はい、まあ、前回はねお正月の日本一早い順位予想の両リーグ、うん、その時優勝予想してたチームを発表しましたけども、うん、はい、今回はその時に最下位予想をした、お、日本ハムと中日を今日、はい、で分かんないよ、うん、これも正月に言ってるだけだからね、はい、オープン戦とかキャンプとか全部見て、うん、開幕前に出すのが最終決定だから、はい、その時ね、うん、最下位予想したチームがどうやったら A クラス優勝にめがけていくのかのキーマンを発表していきたいと、はい、じゃあ日本ハムから、うん、日本ハムのキーマンは、はい、じゃあ誰だと思います？また私来ます、うん、全員、まあまあそうですね、今もね、はい、うん、オープン戦で、うん、まあ、ほぼね全選手が出てますけど、はい、まあまあ外国人もね、うん、まあ、今現時点ではまだ試合に出てないしね、はい、うん、でまあそんな近藤以外で、うん、そんな実績ある選手もいないから、はい、まあ、全員が底上げしないとまあまあ難しいね。もう誰がスタメンになるかが本当分かんないんですよ。だっていないからね、うん、近藤以外で絶対的なレギュラーがね、はい、で外国人もまだ来てないしね、うん、だからそれは分かんないよね、うん、でもねキーマンはね、はい、新庄さんやろ。そうきます多分、うん、そのなんか噂によるとね、はい、開幕3連戦、はい、もう、うん、予告先発出したやつを1イニングで変えて、はい、次の日も予告先発とか、うん、そのいろんなことをだからこういろ今もそうだけどいろんな変わったことしてるじゃんね、はい、っていうか新しいこと、うん、今まで既存にないことくじでね、うん、とかやったりとかしてて、はい、うん、で今はねオープン戦だから別に結果も問われないし、うん、負けたところでどうってことないね、うん、チームが勝つことよりも選手を開幕に向けて育成したりとか、はい、調整したりとかその意思の疎通を図ったりすることの方が大事だからいいけども、うん、開幕したらね結果が伴わなきゃ面白くなくなるね。ファンの人もそうですね。いくらこんないろんなことやったところで、うん、それが結果が伴わないとファンの人も見に来てて、いや100敗しましたと、うん、シーズン断トツ最下位ですと、うん、でもいろんなことやりますと、はい、それを楽しいかって思えると全員が全員楽しいと思えないね、うん、やっぱ勝つからいろんなことして楽しいわけだよね、はい、だ新庄さんもハムだった森本一人とかも、うん、やっぱレギュラーとして活躍してバリバリの活躍してリーグ優勝もして日本一でもなるから、うん、いろんな天井から降りてきたりとか一人とかオールスターでピッコロ大魔王になったりとか、はい、いろんなことをやっても許されるし見てて楽しいじゃんね、うん、だからシーズン始まるとこのいろんなことやることもやっぱ結果につながらないと、はい、ただのパフォーマンスになっちゃうじゃんね、うんうんうん、だからその策が、はい、ハマるかどうかがキーポイントじゃね、うん、うわーそうですね。やっぱハマらさないといけないからね、うん、結局はもう形をこう完成させていかないといけないですね。そう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 、うん、新庄野球というの、はい、でそうなった時にね、うん、それがどこまでこう進んでいくかっていうところがねやっぱ一番の形にできるかどうかが、はい、この今までキャンプからオープン戦に向けていろんな新しいことをやってきてそれをシーズン入ってもやって結果に結びつけれるかどうかの作詞が新庄さんだから、はい、それがうまくいくかどうかでかかってんじゃない。そうですね。で袴田さん言われるように、はい、絶対的なやつがいないから、はい、もう誰かとかじゃないじゃんね、うん、で誰出るかも分かんないし、うん、ってなった時にその策がはまるかどうかが一番のキーマンじゃない。そうですね、うん、もうなんかピッチャーが誰だ野手が誰だっていうよりも、うん、新庄さんがどういう風な気をしていくかとでそれがもうハマるかどうかって、ね、うんうん、そのじゃあ、昨日宮西が先発して、はい、まあ、1イニング降りて、はい、まあ、ショートスターだとかオープナーっていうのは、うん、リリーフ抑えの人が初回に出てくるのが一番の本当の意味だから、うん、まあ、加藤が投げて4イニングっていうのは、うん、ただの本当にもう第2先発ぐらいのね、はい、先発二刀流ぐらいの感じだったけども、うん、まあ、そういうのが本当のショートスタートだから、うん、まあ、それをやってつないでいくのか、はい、でもそれも結果でつながらなかったらね、うん、作詞作に溺れるみたいな感じになるから、はい、それがどうなるのかがキーマンってね、はい、いやそうですね、うん、結果に結びついていかないとね、うん、いくら優勝しませんって優勝狙ってませんって言ったところで、はい、優勝しないと意味ないしね、うん、まあそうですね勝ってほしい勝つとこ見たいですしそうそうそう、うん、だからやっぱそこがキーマンだね。はい、そうですね、はい、で続いて、はい、中日、うん、じゃあ中日は中日は、はい、そうですね、まあ、私結構新人選手を今年楽しみにしてるって、うん、結構なんかもブライト選手もいるし、うん、ウカイ選手もいるし、うん、っていうところで、まあ、即戦力の野手を2人取ってるので、うんうんうん、もうルーキーで
ん、そこは底上げしないとね、うん、やっぱなかなか外野がね、はい、大島は多分まあ決まってるだろうけどね、うん、では新外国人も取ってないし、はい、そこでね2人の、まあ、最低でも2人のうちね、鵜飼かブライトどっちか1人でもね出てきてほしいですね、うん、レギュラーになってくれないと、うん、なかなかきついと思うけども、はい、まあ、投手陣はね、はい、又吉抜けて、うん、まあ、岩崎入ってきたけども、はい、やっぱねキーマンはね、はい、高橋周平だね。あ、そうですか。やっぱもう打線じゃんね、うんうんうん、なんて言っても、まあ、そうピッチャー陣はいいですからね、うん、でその中であの高橋周平が昨年ね、はい、2割5分9厘と、うん、でホームラン5本と、はい、一昨年の3割5厘 からホームラン7本から5分下げてんだよね、はい、やっぱそれはきついね、うんうん、やっぱそこが最低でも2割8分9分ぐらいを打てるようにしないと、うん、まあ、ビシエド頼みだからね、はい、だから本当のキーマンビシエドなんだけど、もうビシエドを潰れたら終わるよもうでもそこは活躍するっても前提で、前提、はい、もうそこは前提で、はい、もうしなかったら終わりです、うん、正直終わりだってもう誰もいないよ、まあ、だからこそまあ新戦力も含めてそこまでしないといけないですね。そうそうそう、でだからその高橋周平とビシエド2倍簡単ぐらいにならないと、うん、なかなかきつくなるから、うん、であとはまあ石川もね多分スタメンでいくと僕は最初はね、うん、はい、この石川がサード入ってこの石川とかブライトとか鵜飼とかそういう若手のね新戦力、はい、ピッチャーとか高橋とかね、うん、この若い世代がやっぱしっかりこう底上げしていかないと、うん、まあ、なかなか厳しいと思うのね、はい、でその中で安定的に必ず結果を出さないやつが一定の新戦力だから、はい、その安定株の中でやっぱりしっかり復活してくれなきゃいけない高橋周平がチームリーダーとして、はい、まあ、3番なのか5番なのか分かんないけども、そのビシエドの両脇にはまるぐらいになんないと危ないね。そうですね、うんうん、でまあ、ピッチャーはやっぱ又吉がいなくなったから、この祖父江福、ライデル・マルチネスで岩崎っていったところで、うん、まあ、その又吉の代わりを岩崎がどこまでできるかも結構重要だね。はい、そうか、後ろのリリーフっていうのもどうなるかね。そうそうそう、うん、こう又吉が抜けてるんでね、はい、その穴を埋めきれるかっていうところも大事だけども、うん、まあ、やっぱりピッチャーはね、はい、しっかり結果残してるんで、まあ、先発がね結構安定してますからね、うん、そう、そこで若手の岡林とかね、はい、まあ、石川とか、うん、そういったところがどこまで結果出せるかで変わるんだけども、その中の角度高橋周平がやっぱり2割8分くる区分、はい、これはもうマストで頑張ってもらわないと2割8分区分どっちか、あ、どっちかってことか、うん、ぐらいの、まあ、3割はね、はい、なかなかそんな簡単じゃない、うん、3割打てればそれでいいけども、うん、最低の8分区分ぐらいの形でしっかり打って、うん、ビシエドの両方を固めて、うん、ビシエドは必ず打つみたいな感じでいけばね、グ、うん、っていうのが ね、ピッチャー陣はいいからね。打線がそこがガチっていったら上位に行く可能性は全然十分十分あるのよ、うん、だって去年まで優勝予想、そうで、それが最下位予想、うん、だからそこをねどこまで信じれるかの話になるのよそこ、まあ、2年連続で優勝して、うん、そうそうそう、でもビシエドいなくなったら本当一人いなくなったら終わりってきつくない？そうですね、うん、そこに負担をかけすぎですね。そうそう、だからこそその周りを固めるためにはやっぱ高橋周平の安定的な活躍が、うん、やっぱ俺は必要になってくると思うんだよね、はい、だからそこをね、うん、だからまあドラゴンズファンの皆さんとね、はい、ファイターズもファンの皆さんがどう思うかね、うん、はい、コメント欄で寄せてもらって、はい、それを見て俺がまた勉強して開幕に挑むからね、はい、あ、そういう、あ、そう思ってんだみたいな、ね、うん、勉強になりますよねコメント欄ってね。そう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 、そういったところでね、はい、多くの意見を反映されながら、はい、まあ、開幕に向けてね、うん、頑張っていってもらいたいですね。はい。